っとでも悪化させないために明日はいつもとは違うやり方パターンみたいなやり方をしてみようと思います。そう考えてみました。リオは考えてみました。それなんですけど明日は普通にいつも通りみたいにめっちゃ大きい声で話したりはできないです。できないけどなんか普通の会話普通のできないというか悪化させないためにも大きい声はしないようにしようと思います。だけど普通の会話なんかちょっとボリュームを抑えて多分さリオ楽しくなったらテンションが上がって絶対さ忘れてさ大きい声出しそうな気がするんですけど。そう忘れちゃう。でも、まあ、大きい声出さないように気をつけて、そのいつもよりはボリューム、声のボリュームを落としてから、以上にこうやって近づいてからこうやって耳を傾けて近づいてからこう見つめ合ってから見つめ合って話したいと思います。
ちかみたいな、初めましての方とかさ、びっくりしそうじゃない？ちか近すぎてびっくりしちゃう。明日123ありがとう、ありがとうでもなんかこういうおしとやかりをつんとかこう近くで見つめ合って話すのは明日だけかもしれません一生で明日しかないかもしれない。他の子の件でリオツのところへ行くのは負担にならない、ならないですよ、全然ならないです。めっちゃ嬉しい、来てくれたら。そう、明日ちょっと待ってね、はい、明日は1月22日土曜日リアルお話し会3時40から15時中14時40
ちら CD 販売があります。 CD 販売があって、あの販売場所はインデックス大阪1号館、販売時間は9時半から19時予定で CD 販売があるんですけど、この CD しましなんですけど、この1時間目が11時に受付終了になるので、おしましの方は11時までに来てください。2時間目も12時20分までに、3時間目も14時40分が受付終了なので、あのお間違いのないようにお願いします。明日